にちは。こんにちは。池田しおりです。渡辺です。今日は、寝癖のままゴム一本でできる可愛いヘアアレンジをやってみました。はい。この夏すごいおすすめですので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。それでは動画スタート。エヌドットのオイルを使います。3、4滴ぐらい出していきます。全体的につけていきます。分け目をギザギザに取ります。耳後ろで分けます。サイドの髪を後ろにねじりながら後ろで交差させます。髪の毛の下で交差させて上でもう一度交差させます。毛先を下に向けてゴムで結びます。毛先をギュッとします。トップにボリュームを出していきます。サイドの編んでる部分もほぐしていきます。暑い時期、ゴム一つで髪の毛をくくるとき、ちょっとおしゃれにアレンジしたい方、ぜひ参考にしてみてください。さよなら。